皆さんこんばんは。レジーナトークライブのお時間となりました。今日も最後までお付き合いいただきたいと思います。さあ本日のゲスト早速ご紹介します。金賀ゆかり選手、お願いします。お願いします。そして松屋理香選手です。お願いします。よろしくお願いします。ね、金賀選手第1回以来のご出演ということでございます。はい、もう呼ばれないかなって思ってました。いや絶対こっちからオファー出してたはずなんですよ。いやもしかして断ってました？いやそんなことはないです。そんなことはないですか？そんなわけないです。そんなわけないですよね。はい。でも本当に期間にして1年ぶりぐらいじゃないですか。そんな経つのかな。いやでもそれぐらい経つかもしれない。経つかもしれないですよね。はい、お願いします。いや今日はよろしくお願いします。そしてマスヤ選手も結構久々。まあそうですね。はいね、ちゃんとこっちオファー出してるはずなんですけど言ってますよね。全然聞かないんで、やっぱオファー届いて本当ですか？ずっと待ってました、私も。あ、本当ですか？これはちょっとレジーナ内に問題があるぞ、きっと。まあでも今日はお二人揃っての参加ということでね、30分強なりますけれども、よろしくお願いします。お願いします。はい、さあそんなお二人への質問メッセージはチャット欄へお願いしたいと思います。で本来だったら、まあ、試合の話とか、まあ、あの近況みたいな話を僕から振っていくんですけれども、なんか今日はお二人からやりたいことがあるっていうなんかご提案を受けたんですけれども、でこれは金賀選手発信なのかな、やりたいことって何ですか？まあ、今日せっかくこういう場なんで、はい、こうスタジアム、まあ、グルメだけ、まあ、グッズとかでもいいんですけど、こう皆さんがどういうものがこう求めてるかなってい こう企画会議みたいなものをここでできたらなんかいいなとちょっと、はい、思ってました。なるほど、ここでスタジアムグルメとかグッズを、はい、一緒に考えていこうじゃないかと。はい、なんでチャットに、はい、どんどんこう来てもらえるとありがたいですし、マスヤもいいネタ持ってるらしいんで。あ、マジですか？はい、なんで、はい、まあ、そこを掘っていければいいかなと思ってます。いいですね。だから、はい、あの2人の知恵プラス私もそうですし、加えて、はい、見てくださっている視聴者の方からも、はい、スタジアムグルメこんなんあったらいいなとか、こんなん食べたいなとか、こんなグッズ欲しいなみたいなものがあればぜひぜひチャット欄にね、はい、お寄せいただきたいと思いますけれども、はい、この何ですか提案に対して、マスヤ選手賛同してないんですか？なんかいいもん持ってるっていう話したら、いやいやみたいな話します。すいません、賛同してます。賛同してますよね。はい、大丈夫ですよね。はい、今日はだからその企画会議みたいな形でスタジアムグルメ、そしてグッズ提案っていう形でお届けするという感じでいいですかね。はい、いいもの考えてみました。いいもの考えてみました。はい。これ考えてるのかな、はい、大丈夫かな。考えてる。あります、しっかり。ありますか。はい。わかりました。早速、来ていますということで、チャット欄ちょっと覗いていきたいと思いますけれども、まずは皆さんこんばんはみたいな感じの話からでですね、お疲れ様です、待ってましたよ、金賀さんかっけー、かっけーですね。たかしさん、お二人が出演がまあ久々なんでギャラが高いのかな、かっこ笑いてきてますけど、そんなことはないです、そんなことはないですっていうのもあれですけど、皆さん楽しんでね出てきていただいておりますけれども、あと村田さん、室戸さんだ、室田さんだ、室戸さん、室田さん、とりあえず来シーズンユニフォームの販売はお願いします、ナイキさんということですね。おまんじゅうさん、谷口軍団の団員賞が欲しい、谷口軍団ねありますけれども、その団員賞がグッズとして欲しい、
ということですね。あと、まあちゃん、選手の写真付きのミニフラッグ作ってほしいです。あと、チョコチャリさんがお面が欲しいっていうことがあるんですけれども、これはまず、じゃあ、金賀選手はすでに何かこう考えてこられてるんですか？はい考えてきてるんですね。はい、じゃあそれ一回ちょっと出してもらいましょうか。いいですか？はい、グルメ側ですか、グッズ側ですか？あ、グルメです、グルメです。グルメ側、はい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 、何でしょう。じゃあ、いいかな、リカ、さっき言っちゃって。いや、聞きたいです。はい、私たち共通、私してますや、共通の好きなものがあるんですけど。共通、はい、はい。はい。まあ、それは、じゃあ、マスヤにあげます。あ、それ。ありがとう、マスヤが。はい。あ、事前にそこは話し合ってるんですね。ちょっとだけ、はい。打ち合わせ、ちょっとあったんで。それ言ったら、多分、立夏がちょっと困りそうなんで。じゃあ、そこは置いといて、はい、マスヤ選手に預けるとして。はい。はい、私は、ずっとあるといいなと思ったのが、バルセロナに行った時、うん、カンプの、はい、見に、スペインに試合を見に行った時に、はい、すっごい美味しいホットドッグがあったんですよ。ホットドッグ、はい、はい、はい。で、ちょっと日本で売ってるようなこう柔らかいパンにソーセージとかじゃなくて、硬、うん、いパンなんですよ。フランスパンみたいな感じの、はい、にまあまあいかついソーセージが乗ってるやつがあって、はい、結構名物っぽい感じでみんな食べてたんで、へー、なんかそういうホットドッグか、うん、私ホットサンド好きなんで、まあ、パン好きなんで、ホットサンド、はい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 、まあ、それもすいません、オーストラリア行ってる時に、うん、結構通ってたカフェで出してるホットサンド、 BLT サンドかな。あー、 BLT、 はいはいはい、あれ、そこの、多分ガーリックバターで、うん、ガーリックバター引いてて、すっごいそれが美味しくて、ほうほうほう、それを皆さんに食べてもらいたいなっていう気持ちから、はい、いつかこうスタグルとして、うん、出たらいいな、出たらいいなっていうか、出したいなっていうちょっとした夢は、なるほど、はい、ずっと持ってます。だから海外経験のある金賀選手としては、ホットドッグ、はい、しかも柔らかいパンじゃなくてちょっと固めのパンで、はい、これいかついソーセージっていうのは、そのはみ出るぐらいのソーセージなんですか？太めですね。おお、はい、細くなくて太めのソーセージを丸ごと、はいはい、食べ応えある感じ、はい。おお、スペインではいくらぐらいでこう、はい、ちなみに売られてたんですか？あの時いくらぐらいだったんだろう。はい、リーズナブル。そんなに大きくなかったんで、多分500、600円だったと思うんですけど。なるほどね。めちゃくちゃ大きいわけじゃなかったんで。うんうんうん。多分、まあ、それ食べてビール飲んで、外で、いいですね、はい、始まる前になんか食べてる感じだったんで、はい、他の方は。はい、いいですね。ホットドッグ。はい、で、あと、オーストラリアの。はい、ガーリックバターが塗られた BLT ホットサンド、はい、これも結構大きめ。それはそうですね、結構食べ応えある感じで、うん、それもちょっと硬いパンだったんですよね。へえ、まあ、自分の好みです。硬めのパン好きなんですか？ハード系のパン好きですね。ハード系が、はいはい、ハード系いいっすよね、確かにね、ハード系のね。はい、今のところだから、そのレジーナのスタグルにはこのホットドッグとかホットサンドっていうのはないんですよね。多分あるのかな、うんうん、なさそうです、はい、ですよね。だからその、例えば今の形で言うと、金賀選手プロデュースみたいな感じで、はい、ホットサンドとかホットドッグみたいな形で販売できればっていう。はい、その当時のなんかこうお写真とか持ってたりするんですか？ホットサンドとかですか？うんうんうん、なんか参考にする、ちょっと探しときます。はい、味はもう覚えてるわけですよね。味は覚えてます、はい。じゃあその、はい、どっか業者さんに作ってもらって味見したら、その味は
はい、確実に多分大体こういう感じっていうのは分かると思います。なるほど。やっぱパン系がいいですか？なんか試合見るとき食べやすいかなっていう。ああ、確かにね、あの片手で食べられたりとか、うん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 、なんかそういう方がいいかなと思って。はい、あ、確かにあのあれですよね、お箸使って何かを食べるってなるとそれだけで両手が塞がってしまうので、プラスビールってなると、はい、なんかどっか置いておかなきゃいけないみたいなのがあったりしますもんね。はい、で結構なんかサッカーってこう展開が早いから、うん、なんかゆっくり食べてられないとかも言われたりするので、はいはいはい、あんまこう気にせず食べられるかなみたいな。おお、いいですね。おお、はい、あ、金賀さんに質問が来てるんですか？金賀兄さん、金賀兄さんのパン屋さんともコラボ。お兄さんのパン屋さんとも、え、お兄さんがパン屋さんなんですか？はい、兄が横浜でパン屋をしてるんです。あ、そうなんですか。はいはい。ほー、じゃあそこに作ってもらえばいいんじゃないですか？まあ、いつか、はい、いつかはじゃあちょっと言ってみます。全然なんかパン提案してきたのに全然乗り気じゃないじゃないですか。いや、そんなことないんですけど、はい、横浜なんで。ああ、なるほどね。はい、はい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 。いや、でもまあそれができれば嬉しいですけどね。はい、ああ、お兄さんパン屋さんとしてもう長いんですか？長いくはないかな。今どれぐらいだろう、10年も経たないぐらいですね。多分7年とか。あ、でも結構長いんじゃないですか？確かそれぐらいだったと思います。結構あれですね、これコメント欄見てると皆さんその金賀選手のお兄さんがパン屋さんって皆さん知ってるんですね。はい、たまにあの言ってくださったって、うん、言ってくださる方とかがいるので、うん、横浜の行った時にこう寄ってみたとか。はい、はい、なんでもしかしたら、はい、知ってる方は知ってるかもしれないです、ね、いや結構コメントに多いので、ぜひちょっとね、金賀選手のお兄さんともぜひちょっと開発を進めて広島にこう輸入しながら広島で作る方はまた別の方かもしれないですけど、そういうね、はい、なんかこう後ろ盾があってもいいかなと思いますけれどもね、はい、ね、ホットドッグと、はい、BLT ホットサンド出ました。さあ、マスヤ選手。はい、あ、私なんかいい提案があるんですか？ポップコーンが好きで。ポップコーン、やっぱ手軽に食べれると思うんで、うんうんうん、試合見ながらポップコーンを食べれたらいいなと思ってて。おお、まあ、なんかディズニーみたいにあのポップコーン入れみたいなのもグッズとしてあったら。ああ、なるほどね、はい、入れ物にもこだわって。はい、あ、例えばこう選手の写真入りとか。はい、え、嫌なんですか？周りは選手のね写真がこう飾ってるとかっていいじゃないですか。いいと思います。ねえ、これだからポップコーンはいろんな味があるじゃないですか。塩味があったりとか、はい、キャラメルポップコーンがあったりとか。味的には何が好きなんですか？は、キャラメルと、うん、塩にこうスプレーのバターがバーって塗ってるやつが好き。キャラメルプラスですか？あ、別です。あ、キャラメルはキャラメル、はい、で塩に何ですか？なんかよくかけてくれるじゃないですか、あの、あ、上からね。ああいうのがいいなと思って。ああ、なるほど。何がかかってるのが好きなんですか？なんかバターがすげえかかってる。塩バターね。はい、そうです。ああ、いいですね。最高です。結構映画館とか行くとポップコーン食べちゃう派ですか？あ、もう、はい、ずっと食べてます。あ、そんな好きなんですね。はい、へえ。じゃあこれ、いや、思うんですけど、本当にマスヤ選手考案ポップコーンとか、やっぱり、はい、マスヤ選手っていうのがついた方がいいんじゃないですか？
まあそうですね、まあ、せっかくなんで金田さんの名前もちょっと借りてなんでそこで借りるんですか。いいじゃないですか。金田選手はもちろんだからホットドッグホットサンドやって金田プロデュースみたいな感じでちょっと入ってもらっていいですか。じゃあの増谷選手 with 金田選手プロデュースキャラメルアンド並列の方がいいんですね。 with じゃなくてアンド、はい、2人のだからプロデュースポップコーンみたいな感じで、はい、バッチリです。いいですね。もう出ますね出ますね。でも、皆さんが食べたいかっていうのも本当大事聞きたいよね。うん大事でしたらチャット欄にぜひね、今あの金賀選手が、アイディア出してくれましたホットサンドとホットドッグ食べたいかどうか、しかもまあ食べたい味とかあったらまたご提案いただきたいと思いますし、そしてマサ選手が出してくださったポップコーン、これも食べたいかとかっていうのをですね、ぜひチャット欄に送っていただきたいと思います。コメントを紹介していきましょう。まーちゃんですね、金太郎飴、切っても切っても金賀選手の顔が出てくる。あ、これ金賀選手いいんじゃないですか。いいですか。よくないですか。ただちょっと気持ち悪くないかな。いや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 、だって金賀選手好きのファンにはもうサポーターにたまらないんじゃないですか。ただあのね、雨にこう八つ当たりとかしてもパン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 って切るようなことはやめてほしいですよね。確かに粉々とかにされたらちょっと辛いな。それちょっと嫌ですもんね。はい、そうですね。あ、金太郎はね、あとは、あ、パリオコっていうねチョコチャリさん、トップチームの方のスターグルにあったんですけど、パリオコ復活してほしいとかですね。あと選手おすすめシーズニングのポテトフライは子供も食べやすいし、あったら嬉しいかもっていうことで、確かにポテトフライっていいですよね、うん、あの金賀選手おっしゃったみたいに片手でこう食べられるっていうところでいうと、うん、うん、いいかもありですね、これ、うん、だからあと子供たちにもきっといいですよね、それ。ポテトとか、まあ、ポップコーンも多分そうだけど、うんうんうん、子供が食べやすい。確かにそうですよね、うん、あとあやっぱりね、先ほど、ポップコーンの時に、マスヤ選手おっしゃってましたけれども、その入れ物もこだわってほしいっていう、あ、はい、やっぱり話きてますね。入れ物どんな感じがいいですか、うん、私はまあ選手のこう写真が載ってる方がいいんじゃないかって話しましたけど、マスヤ選手的には、いやまあできるなら、うん、まあユニフォーム型とかでもいいですし、ユニフォーム型なんかディズニーとかもいろんな形があるじゃないですか、うん、うんうん、はいはいはい、まあサンチェフレッチェとかも可愛いですし、うんうんうん、なんかあればまたポップコーン買ってもらえるかなって次の試合。あ、なるほどね、はい、じゃあその入れ物さえあればポップコーンの中だけくださいみたいなこと もういけそうですよね。いけますよね、うん、確かに、ね、かわいいし、なんか、うん、でも塞がんないですよね、ここに。うん、確かに、ね、確かに。はい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 。あ、で、あとですね、マスヤ味噌の味噌汁とゆかりふりかけのおむすびというコメントがあったそうな。あ、なるほどね、マスヤ選手にかけてマスヤ味噌の味噌汁と金賀ゆかり選手にかけてゆかりふりかけのおむすび、これ金賀選手どうですか、ゆかりふりかけのおむすび。いいと思います。あんま刺さってないですね。いや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 、いいと思います。いい組み合わせですね、はい、ね、最高ですね、この組み合わせね、はい、まさに、ね、で、はい、マスヤ味噌の味噌汁、マスヤ選手、そうですね、今スタグルスープとかも出てるんで、うん、味噌汁あってもいいですもんね。そうですね、おにぎりあったら味噌汁ってやっぱりね、いろんな具材入ってますし、いいね、いい。ちなみにあの好きな具材とかあるんですか。味噌汁ですか。はい、
いやでもしじみが一番好きです。あーしじみはね、二日酔いには効くんですよね。まあそれこっちの話ですけどね。あとリカさん監修のジャガイモを使ったメニューが食べたいねってことなんですけど、どういう急にジャガイモなんですね。はい、ジャガイモ好きだったりするんですか。どこにも行ったことないんですけど。本当ですか。実際はどうなんですか。はい、ジャガイモはい好きですね。好き。なんかジャガイモだったらこういう風に食べるみたいなありますか。フライドポテトかジャガバターとかもいいですね。ジャガバターもいいですね。バター好きですよね。バター確かにバターめっちゃ好きですね自分。ねえバターめっちゃ好きです。バター美味しいんですよね。パンはバター派ですかマーガリン派ですか。自分結局何も塗らないのが好きで。ここまで話しといて何も塗らないんですか。もう中に入ってますもんね。だってパンの、あ中にね成分として。もうそれが分かるんで大丈夫です、はいはい、なるほどなるほど、はい。あとはビールに合うおつまみ系っていうのがありますけれども、お酒見ながら、ね、やっぱりフィンガー選手やっぱりビール見て、はい、それこそもう海外なんてそうでしょ。そうだと思いますね、はい、ビールを飲みながらサッカーを見るっていうのが、うんうんうん、だからビールに合うおつまみ系で言うと何がいいですかね。何がいいんだろう。唐揚げとかですか。あ、唐揚げね。あ、唐揚げいいですね。唐揚げ。でも食べづらいですもんね。いや、でもあの、爪楊枝とかでいけば。うん。お箸使わなくても。何がいいんだろう。ビール、うん、でもポテトとかもやっぱいいのかな。ポテトもいいでしょうね。あと、うん、ナゲットみたいなのとかとか。あ、あと、まあ、あの、本当居酒屋メニューですけど、あの枝豆とかね、うん、あ、うん、枝豆いい、枝豆いいですよ、うん、あとなんか紫にかけたものとか欲しくないですか。あ、なんか紫芋のなんかちょっとこう大学芋みたいな。あんまり刺さってないいやでも芋って結構女子好きなんで。確かに。なるほどね。女子好きの、そうですね、じゃがいも。あ、芋いいですね。芋ってしかもいろんな料理にアレンジできるじゃないですか。うん。ね、スイーツにもできるし、おかずにもできる。てか、紫芋の焼き芋ってないんかな。あんま見ない、ね。あんま見ないですね、確かに。なんか、あんましづらいのか。いや、これはちょっとね、やってみてほしいですね、紫。飲み物とかでもいいんじゃないですか、紫だったら。なんか、あ、飲み物。確かに。ぶどう系とか。ああ、ぶどう系ね。あと、スムージー系みたいな。ああ、いいっすね。ああ、いい、いい。スムージーいいでしょ。いいっすね。いいですね。これからね。やっぱ女子好きでしょ、スムージー。好きだと、はい、あ。スムージーはもう食いつくんじゃないですか。そうですね。はい、あ。うん、ちょっとなんか美容にいい成分ちょっと入れちゃって、はい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 、ちょっと入れちゃってね、はい、いいですね。あと来てるコメントで言うと、白マルチさん、唐揚げ棒、あとソーセージとポテトのセット。ああ、ポテトにつばめさんという方、ポテトに選手おすすめのソースを聞いて買う人が選べるとかっていう。ああ、うん、でも確かにそれこそ、うん、それこそっていうか、私オランダにちょっとだけ一人で旅行に行った時に、うんうん、なんかそういうポテトっていうか、こう丸いポテト、うんうん、なんて言うんだろう、あれ、まあポテトなんですけど、普通、うん、棒状じゃないですか。いですね、はい、はあ、じゃなくて丸いやつがこういっぱいあって、うん、そこにソースかかってチーズかかってるみたいな。おお、はい、あ、多分それオランダで多分有名な食べ物なんだと思うんですけど。あ、そうなんですか。はい、あ、そういうの
多分食べやすいしいいかもしれない、うんうん、それと一緒にビール飲んでる人もいたし、出ますね、いろいろ。でも金賀選手のその海外のアイデアをこう日本に輸入するっていうのはいいですね。いや、おいしいですよね、やっぱり。なんかどうなんですか、選手からしてピッチからこうスタンドの様子とか見えるじゃないですか。その時にこう食べながらでも観戦してもらってる姿っていうのはなんかこうほっこりするもんなんですか。うん、全然そんなに気になったりとかはしない。はい、たまにめっちゃハンバーガーとか食べて大きい口の人とか見えたりとかありますけど、はい、意外と見えてるんですね。アップ中とかですけどね、試合中はあんまりないけど。はい、ねえ、増谷選手、なんかそういう意味では、うん、こう海外のものとか、あとその今あった芋、紫芋のスティックチーズケーキとかもありますけど、こういうスイーツ系もありなんじゃないですか。まあ本当に、あれですね、うん、食べるのも楽しみに来てくれても、で楽しそうですし。確かに。そうですね。サッカー観戦も楽しみだけれども、はい、プラスアルファここに行けばこんな食べ物があって、はい、それも、だからこそ行きたいみたいな。いいですね。今白マルッチさんがマック食べてるのがバレたかっていうことで、おそらくその金賀選手がスタンドで見た人は白マルッチさんだったっていうことでしょうね。あとまあグルメたくさん出ましたけれども、例えばグッズとかだったらどうなんですか。グッズは本当聞きたいですね、どういうものが。逆にどんなのが欲しいかってことですか。はい、今やっぱり人気なのがあのスタジアムで、グッズで売ってます、あの選手のキーホルダーとかありますけれども、それ以外にもなんかこんなグッズがあったら絶対買いたいみたいなところで、コメントいただけると嬉しいなと思うんですけれどもね。あ、やっぱスイーツで女性客を増やそうっていうね話もありますし、あと紫芋の芋スティック、スムージーはトップチームのスタグルにありますよねっていうことで、まあ、その辺のなんかこうコラボみたいなのもできるとねいいかもしれませんね。これあのお二人の前の所属チームのグルメって結構充実してたんですか、増谷選手は。充実してたとは思うんですけど、どうなんですかね、忘れちゃう。充実してたと思うけど忘れちゃったっていう、はい、本当に完全に日本語として矛盾してる話なんですよね。どうだったんだろう。はい、まあでもたまにたぶんホームかどうか忘れたんですけど、スタグルの匂いがする時とかあるんですよ、スタジアムアップ中とかに。はい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 。そしたらそういう時はうわいいなってちょっと思いながらやってます。そういう時やっぱりちょっと集中力切れちゃいます。いやそんなことはね、もう集中そうないですか。いや集中力が切れるんだったらそういう作戦もありだなと思って。いやでも結構はいちゃんと充実してたと思います。あ、本当ですか。でこの金賀選手も前所属してたチームのスタグルとかってどうだったんですか。やっぱり割とご当地のものとかはやっぱあるなんじゃないですか。取り入れたりとかしてるんじゃないですかね、おそらく。どうだろう、充実ってほどじゃなかったけど、そうですね、クレープ売ってたりしましたよ。クレープもいいですね。はい、それはいいなって思ってました。はいはい、中にねいろんなもん入れられますし、はあ、甘いのもあるし、はあ、しょっぱい系もあるし、惣菜系もありますし、はい、
クレープもあるですね。そういうなんかおそらくいろんな業者の人が考えているところなんだと思いますけれども、選手にぜひねこう入っていってもらって、スタグル開発をですねぜひしていただきたいと思いますけれども、今ですね帝国の20時を迎えたんですが、今回もアディショナルタイム10分ということでいただきました。大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。ということで10分延長でやらせていただきたいと思いますけれども、グッズの方で一つ提案が来ました。MH さん、軍団グッズとか金さん福さんレジェンドグッズ、そして389いたずらトップ3グッズとかシノルナス知性仲良しグッズとか何人かグルーピングしたグッズ。あ、なるほど。これ金谷選手はねレジェンドグッズありじゃないですか。いや買います。嘘つき。今までだって単体系が多いでしょ。ああ、そうですね。確かに。それは、はい、要望が、まあ、あればいいなと思いますけど。はい、いや、福本選手とこう抱き合ったりとかしながらとか。はい。はい。全然乗り気じゃないですね。いや、いるかなって言うと心配ですね。いやいやいや、やっぱりね、こうやってコメントが来るっていうことはもちろん需要があるわけですよ。はい、まあむしろレジェンドじゃなくてもいいんですけど、誰とこう一緒のグッズとかだったら売ってみたいなとか、まあまあマスヤ選手もあるかもしれないですけど。金谷選手。でもそれこそこの前リカと川村くんがなんか同時刻に点取って、うん、おーはいはいはい、はい、ゴールをね、はい、うん、なんかああいうグッズとかあったらいいなって。川村くんだけで大丈夫です。よい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 よ、同じ、ね、記念なんで、はい、それそんなことって合わないと思うんで。だからそのトップチームとのコラボグッズみたいなあってもいいですか？乗っからしてもらうってところではねえ、あれですよ、だから金賀選手で言ったら背番号10番の森島選手とのコラボグッズとか。はい、全然乗り気じゃないじゃないですか。じゃあでもグッズ、軍団のグッズは絶対いらないですよね。軍団グッズそれはいらないと思う。いらないですかね。谷口軍団いらないと思うな。本当ですか。結構流行ると思いますよ軍団の。はい、あとはえ軍団とかのメモ帳、ははは。メモ帳か、なるほど。メモ帳。あとあれどうですか。日めくりカレンダーみたいな。ああ、いいっすね。10日は金賀選手の一言みたいな。ああ、めっちゃいい。欲しいです、欲しいです。で、8日は増谷選手の一言みたいなとか。いいかも、それ。日めくり結構埋まるじゃないですか。うん、ね、うん、で、月変わってもまたできるんで、なんかお二人の座右の銘とか、好きな言葉とか。なんかこう気持ちがポジティブになるような日めくりカレンダーみたいな、これどうです？いいです。選手いいですね。ね。はい。これちょっと一つぜひ今日もですねレジーナの広報の方が横で聞いてらっしゃいますんで、きっと実現に向けて動き出してくださると思いますんでね、やっていただこうと思いますが、あ、ちなみに金賀選手は好きな言葉ってありますか？なんか好きな言葉、うん、座右の銘結構です。その質問めっちゃ困ります。え、そうなんですか？あ、今までずっとインタビューで聞かれてるんですか？やっぱり座右の銘はとか聞かれるじゃないですか。はいはい、
困りますね、いつも。もう困りますけど、でも一応答えてるんですよね、今までは。なんだろう、いつも答えるのは、なんだろうな。なんだろう、なんて答えてんだろう。なんて答えてるんですか。多分その時の気分で答えてるんだと思うんですけど。じゃあ、いっぱいあるわけですね。いっぱいあるというか、その気分で答えてるから、その時にパーンって降りてきたもので喋ってる。はい。特にじゃあ、座右の銘っていうか、この言葉を大事にしてるみたいなのは、あんまない。これっていうのは全然ないです。まあ、なんとかなるとは、それいいんじゃないですか、はい。これっていうものはない、みたいな。ああ、はい。これっていうものはないです。っていうのを、なんか座右の銘にするとか。はい、あ、わかりました。困ったら、じゃあ、それ言います。で、日めくりとかに出てきたら、これっていうものはないっていうのは、結構ね、心がなんかこう、現れる感じがしますけどね。いい。あれだってなんかこう、ちょっと悩んでる人が、はあ、まあこうしなきゃとか、ああしなきゃとか、こういう風になりたいとかっていうものに対して、はい、これっていうものはないってなんかほっこりしますね。いいですね。いただきます。ね、飾らない良さみたいなのがあるじゃないですか。ありがとうございます。とんでもないです。とんでもないですって、これが実現するかわかりませんけど、ぜひ使ってください。マサヤ選手はこれってものはない。まさかのもうダメ、もうダメ、はい、もう使えないから、はい、本当にないですね、そういうのは。座右の銘、好きな言葉ないんですよね、うん。結構他の選手というか、あの他競技の選手とかに、うん、そういうのって聞かれたりしますか。しますね。結構みんなやっぱり持ってますか。大体返ってきますね。難しい、なんか四字熟語とか言う人も。ああ、もう中にはいますね。そうね。はい。ここは知らない。絶対聞かれる質問なんで、なんか、あ、今の意味いいですね。言葉知らないっていう。ただ、頭悪い。いやいやいや、なんかいろいろありすぎて、言葉じゃなくて感情でみたいなところで、こう解釈してもらえたら。そうかもしれないです、本当に。言葉知らない、その時思いついたもので、みたいなものでもありかなっていう感じがしますね。本当にそうです。はい。ねえ、こんな好きな言葉でね、なんか私が相談に乗るとも思ってなかったんですけれども。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。もうぜひ使えるところがあったら使っていただきたいと思いますけれども。さあ、もうあっという間にですね、40分が経とうとしますんで、ちょっと真面目な話というかサッカーの話も、伺っていきたいと思いますけれども、最後にお知らせということで、サンフレッチェ広島レジーナの次のホーム戦、ゴールデンウィークを、もうゴールデンウィークか、5月3日水曜日、浦和レッズレディース戦ということで、金川選手残り試合もね、少なくなってきましたし、本当にここからの一戦一戦っていうのは大事だと思うんですけれども、今後に向けて意気込み、メッセージをお願いします。そう、もう本当に負けられない、勝たなければいけないっていう試合がもうずっと続いていくと思ってるので、まあ、チーム全員でもう本当に勝ちに対して貪欲に、全力で、挑んでいきたいなと思ってます。はい、ぜひね、あのゴールデンウィークですから、多くのサポーターが駆けつけると思いますので、はい、その中で勝ち点3というものを見せていただきたいと思います。はい、頑張ります。はい、期待しております。そして舛屋選手、今後に向けてのメッセージをお願いいたします。そう、本当に勝つってことにこだわって、もう一戦一戦目の前の相手に全力で向かいたいなと思います。ぜひ本当にね、ゴールデンウィーク、子供さんも多分ね、たくさん、来場していただけると思いますので、そういった中で、マサヤ選手のゴールにも期待しておりますので。あります。はい、ぜひとも得点を上げて、勝利に導いてほしいと思います。ということで、今日はちょっと趣向を変えて、スタグル、そしてグッズなどなど、企画会議をやってきましたけれども、
まあ、実現に向けてまたこの企画またやりましょう。お願いします。ごめんなさいね、お二人とも言葉出してもらわないと全然反応わかんないんではい、お願いします。実現に向けて、そしたら企業さんとかももしかしたらこの、ね、トークライブを聞いてぜひうちがっていう風にやってくださるかもしれませんので、どん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 やりたいことを提案していきながら実現に向けて、はい、スタグル、そしてグッズ盛り上げていきたいと思いますので、ぜひともご協力よろしくお願いします。お願いします。はい、すいません、今日はお疲れのところ最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして多くの視聴者の皆様、ここまでご視聴ありがとうございました。高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日のゲスト、金谷ゆかり選手と増谷里香選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。